どうも皆さん、こんにちは。ザ・フォレスト、今回もやっていきたいと思います。で、バージョンがですね、0.43 ということでアップデートしたので、アップデート内容をね、確認やっていきたいと思います。前回のね、動画から、バージョン 0.42 のアップデートが来たんですけど、あんまりね、なんか変わってなかったんで、0.43 からの、紹介ということでね、やっていきたいと思います。とりあえずちょっと、サメちゃんが落ちてたので、これを設置したい。ここいけるよね。あ、いけるいける。ここいけるわ。よし。で、これを設置。ああ、いいね。で、何が変わったかと言いますと、こちら。ドドン。はい。クイズです。何が変わっているでしょうか？はい。まあ、動画のサムネイルとかになってるんで、もうわかると思うんですけど、こちらですね。ロックバッグと、このスティックバッグが、追加されました。で、ロックバッグはですね、石が5個プラスして持てるようになって、スティックバッグが、棒が10本プラスで持ち歩けるようになったということで、木の枝が最大20本で、石が最大10個持ち歩けるようになったということでね、これはもう石とかね、建築でかなり使うんで、いいアップデートかなと思います。で、ここに早速、よいしょ、石の小屋をね、作ってるんですけど、まあ、石こうやってね、集めるのに非常にいいかなというところですね。もう石がね、アップデートでもそこら中にいっぱい落ちるようになったんだよね。これで、なんか結構簡単にこの石ハウスもね、できるようになりました。で、前回のね、動画から、まあ、2週間ぐらいね、期間が3週間ぐらいかな、多分、期間が空いてしまったんですけど、何をね、作っていたのかということで紹介していきたいと思います。まずね、あちら。はい。石の家ですね。海の上の石の家。で、橋もね、おそらく、どこら辺までかかってたかな。うん、こっちもね、ガッと繋げて、で、こっちもね、ガッと岸まで、あっちのツリーハウスの下の方までね、行けるようにしました。おっと、今、原住民いたな、あそこに。うん。で、ちょっと家の中入っていく前に、こんな感じですね、外観は。こう、のぺっとするのが嫌なんで、なんとなくここら辺ね、出っ張りさせて、うん。この凹凸を作った感じですね。で、扉のとこは、石を結構多く使って、この、なんて言うんだろう。うん。遺跡の入り口みたいな感じにしました。入っていくと、こういう感じね。まあ、特にね、何もないんですよ。かまどは、やっぱりこの、なんていうかね、いいからね、外見がいいので、かまどは作ってます。うん。特に何もないと。いうことで、2階があるんでね、2階に登っていこう。2階っていうか屋上だね。よいしょ。屋上も、まあ、こういう感じで、特に何もないんですけど、これね、この拠点を作ってる時にもバグっちゃって、この、めっちゃ上の方にね、石が積み上げられちゃったんですよ。で、この石当たり判定がないんだよね、ほら。この下のこの石はね、当たり判定あるんですけど、こっから上が全部こう透き通るっていうね。だから完全にこの石の家を作ってる時のバグかなんかでね、上の方に石がこう、映っちゃったのかな。あ、あっちの方にもあるな。あそこ1個あるね。うん、そういう感じ。で、ですね。あそこの島までね、つなげました。ここね。まあ、つなげただけで特に何も作ってはいないんですけど、まあ、いずれここにもこう、家とか、なんか椅子とかね、置いて、いい感じの空間を作れればなと思ってます。で、これめっちゃ石あるね。マジで。すげえ石ある。もう石に困んねえな、これ。よいしょ。まあ、そういう感じね。ここがなんか使えそうだよね、ここ。うん。この、のぺっとしてる感じで、ここがちょっと壁っぽくなってるんで、ここ使えるよね。まあ、いい感じのものを作れるように、設計やっていきたいと思います。さあ、そんなとこかな。あとね、これ、投石機付きの船をね、作りまして、もうここまでお気づきの方、いらっしゃいますでしょうか。あちらでございます。ドゥドゥーンと。はい。灯台をね、作りました。まあ、まだ未完成なんですけど、ちょっとそこを紹介していこうかなというとこですね。さあ、あれですよ、あれ。うん。いい感じにできたよね。外見的に見るともう完全にあれは灯台だなっていう風にわかる感じでできたかなと。よいしょ。まあ、灯台って言えばこう上の部分がね光ってるんですけど、まあそこまではね再現できないので、とりあえず上にいっぱいスカルランプを置いていたという感じですね。うん。さあ、ここを登っていく。よいしょ。こういう感じです。いいよね、この空間。ちょっとしたこの空間ね。で、こっから拠点も見えるということですよ。さあ、中入ってみよう。ただね、これ、作ってる途中になんか、こう、だんだん作りながら上に登っていったんですけど、上に登る方法がないっていうね。だから、ここ入っても終わりなんですよね。ここ入って終わり。はい、これ。ドーンと。でもこれで終わりです。上に登る術がないっていうね。まあ、次回までこれ上に登れるようにして完全に、完成ということでやっておきたいんですけど、うん。まあ、外見的にはかなりいいものができたんですけどね。なんかちょっと、卑猥だな。これ大丈夫かな。これ卑猥じゃないか、ちょっと。モザイクかけるとこれダメだな、完全に。まあ、そういう感じで作ったということで、うん。灯台はまた次回ね、改めて紹介したいと思います。さあ、特にまあアップデートで変わったのはそのぐらいかなと。あとですね、新しくこう作れる、薬が追加されてまして、そちらがですね、本に書いてあるんですけど、DIY、おっとなんか光ってる。あ、いいね。ケーブフィッシュ？今、ケーブフィッシュとかっていう文字あったよね。何これ？洞窟魚っていう意味？そんなものいんの？この世界に。マジか。で、追加されたのがこちらです。スーパーヘルスブレンドとスーパーエナジーブレンド。これね、ヘルスと、エナジー回復するやつは、前々からね、作れたんですけど、ヘルスだとこのマリーゴールドとアロエで、これね、作れたんですけど、ここにですね、さらに、はい、メッツプラスって書いてありますけど、ここに、コーンフラワーだったかな、これを、置くことによって、はい、これです。メッツプラスが作れるようになりました。まあでも基本的にね、1個で結構全回復くらいな感じなんで、あんまりね、このメッツプラス使わないかなっていうところなんですけど、まあ、薬が足りなくなったら使おうと。あとですね、アロエと、どれだったかな？アロエと、エナジーミックスがね、作れるんです。あ、これでエナジーミックスだね。このチコリーとコーンフラワーでエナジーミックスで、ここにアロエを足すことによって、エナジーミックスプラスができるということで、エナジーミックスプラスはね、これ、スタミナがもう一瞬で全回復するんで、これはかなり使えるということで、アロエもチコリーもこのコーンフラワーもね、いっぱいあるので作ってるといった状況ですね。ちょっと水が足りないな。まあ、拠点も、アップデートもそういう感じというとこですね。うん。あとあれかな。おっと石の小屋に集まってきてるわ、奴ら。あとね、こういう感じで、このエフェジーね、作らないんですかっていうコメントあったんで、まあ、せっかくだから作ろうということで作ってます。こういう感じで。何を作ろうとしてるかわからないんですけどね。とりあえず丸くしていい感じに。あと1個アップデートポイントあった。ちょっと、お前ら下がって。よいしょ。今作ってくるから。ほいしょ。この辺にいれば大丈夫かな。ですね、毒の弓矢あるんですけど、どうやって作るんだっけ、これ。来た。これか。ほい。矢5本に、毒ベリーが、ちょっと待って、どれだ今、合成したよね、明らかに。あれどっか行ったな。どっか行った。あれこれで作った。あれ毒になってなくねこれ。毒になってないな。あら。これはちょっとバグだね、新しい。マジか。毒、これでいいんだよね、ツインベリーで。ほ。毒にならないですね、これ。ミスったなあ。火炎弓矢。そう。火炎弓矢を作るために、前はね、この瓶だけあればよかったんですけど、布もね、使うようになりました。うん。こういう感じね。毒の弓矢どこ行ったのマジで。ないね。これバグですね、明らかに。ちょっと修正してもらわないとダメなやつだ、これ。なくなった。毒がなくなった。毒の弓矢を相手に撃つと、こうなんか、あれ？一箇所おかしいとこがあるな、これ。3回変えられるのに2回同じ弓矢だ。どっちかが毒だな、これ。ちょっと撃ってみようか。毒の弓矢を当てると奴らがすげえ緑色になるんですよ。そういうアップデートがね、追加されたんですけど、これじゃあ毒発動するかな？行くぞと、IT！ 自分にすげえダメージ食らった、今。え？ IT 出て、なにえ？何起きた？ステータス見てみようか。IT！ あ、やばい。ステータス見れない。ほっ。え？感染した？いや、あ、やばい。インフェクテッドした。え、どういうこと？アロエを飲もう。オッケー。治ったし、これで。よし、あ、なんか前よりちょっと火が抑えめになっていい感じのルックスになってる。お、あれ下手くそになったな、ちょっと久しぶりにやったら。てい、あれこの野郎、動きすぎだろ。ほっ、よし。あ、黒くなった。前よりエフェクトが分かりやすくなってんのかな、多分。燃えてるね。あの野郎。おっ、よし。あ一撃でダウンした。おっと。あれこいつ燃えてたやつだよね。めっちゃ黒くなってる。あさなんか、柔らかくなったね、こいつら。よしよしよし。で、これをね、集めて、FAG を作ると。よいしょ。で、アップデートであったみたいなんですけど、この FAG ね、これ、まあ、見ていただくと分かる通り、この木の棒もね、くっつけられるんですよ、こうやって。これすごいよね。あんまりグロテスクなのが嫌だっていう人はね、木の棒だけで、うまいことをこう、いろいろ作っていけるわけですよ。うん、まあ、ここにもう一個なんかグロテスクなものを置いちゃってるけどね。あ、ここにも置いちゃってるわ。こういう感じでね。あ、ちょっと通れない。で、この上に、こう適当になんかつけると。こういう感じ。上に登りたいな。上に登れば、まっすぐ上にピーンと設置できるはずなんだよ。難しいね、これ。なかなか表示が出てこないな。よいしょ。いや、厳しいな、これちょっと。まあ、こういう感じで適当にね、ざーっと撮影外で作っておこうかなと。足を生やしたいんだよね。だから変異体みたいなやつをね、ここに作りたいんですよ、自分で。あ、こういう感じなんか違うな。センスないな。よいしょ。うん、いいんじゃないこれで。メリーゴーランドみたいなね。うん。死のメリーゴーランドみたいな、そういう感じで。さあ、あとはここに、この小屋はね、骨のフェンスを、違う、骨のフェンスじゃない、骨を入れておく貯蔵庫にしたいんですよ。この辺原住民すげえ来るんで、骨がね、大量にゲットできるんですよね。うん。それを保存しておくところ。ちょっとアーマーが減っちゃったけど、骨がないな。うん。あ、そういう感じですね。特にアップデート内容的にはね。うん。そんなわけでね、今回は、アップデートバージョン 0.43 確認という回でございました。ですね、ちょっとこれ、スカルランプ置きたいんだけど、置けないな、これな。うん、置けない。で、ね、余ってるここが、スペースいっぱいあるんですけど、ここにね、何を作ればいいかなと。今ちょっと悩んでいるところでして、こんだけ広いんですけどね、何もないっていう。ここにまあ、石とかね、大事なんで、置いてる収納スペースは作ったんですけど、本当にね、置くものがないっていうね、これ。うん。なんで、ここに何を作ったらいいかとか、まあ、作ってほしいもの等々、リクエスト等あれば、お願いします。灯台はあんな感じで作って、まあ、次回完成ということで、上からね、上に登れるようにして上から見たいなというところですね。うん。まあ、そういう感じかな、今回は。よし。あ、そうだ。研究所の扉ね、あそこは、まだ開いてないということです。いや、早く開いてほしい。うん。研究所見つけてから何回アップデート来たかね。そろそろ、奥が追加されても、いいんじゃないでしょうか。開発者の方、お願いします。そんなわけで、ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお願いします。